今日は国語のテストだ、頑張るぞ。今朝の占いで大志座はテストがめっちゃ解けるでしょって言ってたし、いけるいける気がする。それではテストを始め。よーし、まず1問目。問1、パンはパンでも食べられないフライパンはパンだ。いや言ってる言ってる、答え言っちゃってるから。てかテストに謎謎って、1問目からなんだこれ。次、問2、上は洪水下は大火事、これなんだって言ってる場合か。早くレスキューを呼べ。何、まだ中に3歳の子供が。くそ、どうすれば。くそ、この時の村西聡の気持ちを答えなさい。いや誰、急に出てきたんですけど。村西聡初登場なんですけど。もう次。問3、ピザって10回言って。なんで引っ掛けクイズ。てかテスト中に喋らすな。ピザ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 、みんな言ってんな。マジで。てか誰か省略したよね。ピザかける10って言ったよね。仕方ない、僕もやるか。ピザ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 。じゃあこれは。いや誰、知らないんですけど。これ肘見せて膝って間違えちゃう問題じゃないの。彼は村西聡で。村西、わかるわけないだろ。てか答え言うなし。次、問4、村西って10回言って。村西のゴリ押し。このテスト作ったやつ村西聡好きすぎだろ。てかこんなのみんなちゃんとやるわけ。村西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 。言ってんな。てか誰か名前間違えてたぞ。もう仕方ないな。村西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 。言った。お疲れ様です。問5、ちょ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 、なんもないの。ただ村西って10回言わせただけ。引っ掛けは、引っ掛けクイズじゃなかったの。てか村西って言い過ぎて村西のゲシュタルト崩壊しかけたわ。今僕の頭の中は村西に占領されている。いやだって村西が出せって言うから。いやテスト問題が返事すな、怖っ。なんで一つしとんの、怖っ。はい、そこまで、回収してください。マジか、全然解けなかったよ。0点不可避じゃん。まあ元気出せって。だから普通に会話すな。 Twitter のフォローよろしく。ああ、1時間目のテストズタボロだったな。気を取り直して次は頑張るぞ。はい、2時間目のテストは数学です。では始め。問1、 A 君が先に家を出て、その後 B 君が家を出ました。 B 君は何分後 A 君に追いつきますか。圧倒的情報不足。何分後に家出たん。時速何キロで歩いてる。想像か、想像で解けと。ん、次。問2、 A 君は池の周りを時速2メートルで歩いています。いや遅っ。大丈夫、怪我してない。アリでももうちょっと早いよ。その後ろから B 君が鬼のような形相で追いかけてきます。何があった。 A 君と B 君の間に何が起きた。この時の A 君の気持ちを答えなさい。いやなんで、数学関係なくない。ちなみにこの時の B 君の速度は時速8センチとする。おっそ、 A 君より遅いとかマジか。そしてこの A 君の名前を村西聡とする。村西、ここに来て再登場村西。もう村西の呪縛から逃れることはできないというのか。さらに B 君の名前も村西聡とする。ダブル村西、マジで。そしてこの池の名前も村西聡とする。なんで、人じゃないのに。村西が村西に追われながら村西ってややこしいな。次の問題。問3、四角形 ABCD があります。この時の点 P の気持ちを答えなさい。どんだけ気持ち答えさせたいの。さっきからずっと数学関係ないし、次の問題で最後じゃん。問4、次の解を求めよ。なおこの問題を正解した場合プラス2頂点とする。小学生か、数字の値がバグってる。他の問題解かせる気ないじゃん。 5x プラス10イコールマイナス 2x プラス3。うわ、最後はちゃんとガチのやつじゃん。この x の値を求め苦悩する村西聡の気持ちを答えよ。村西、ちょっと待ってよ王子様、それはないでしょ。